いやー、前から疑問に思ってたんだけどさ。うるせえこの野郎。まだ何も言ってないじゃないか。いやー、ボクシングとかさ、大抵の格闘技ではガードを上げるのが大事だって言うじゃん。そうだね。けれどさ、空手とかさ、まあ武術と言われるものってさ、腰から突きを出すじゃん。あれってさ、格闘技をやってる人たちから見たら、ガードがガラ空きで危険な状態ってことだろ。まあ、そういうことになるよね。なんでそういう違いが出るのかなって思ってさ。それは武術と格闘技というものの成り立ちの違いに原因があるんだよ。格闘技ってさ、素手でやるよな。いやまあ、グローブをはめるとかどうとかいうのはあるけどさ。基本的に格闘技というのは自分も相手も素手の状態を想定して、技術とかルールとかが組み立てられているわけだよな。まあ、そりゃそうだよな。武器を持ってやるボクシングなんて聞いたことないし。それに対して武術というのは、あくまで武器術を想定して技術が組み立てられている。だからそういったガードの高さの違いとか、突きの打ち方の違いとかが出てくるんだよ。いまいちまだよくわからないなぁ。もっと具体的に説明してくれよ。オッケー。まずはボクシングの動きを見てみるよ。ボクシングって大体こんな感じの動きになるよね。まあ確かに、大体こんな感じだな。それでさ、ボクシングルールでスパーリングとかやるとさ、8割方顔を狙ってパンチを打つわけじゃん。まあ、ほとんど顔を狙っているっていう印象が強いよな。つまりさ、顔を狙われる割合が高いからボクシングではガードを上げて、優先的に顔を守りながら攻防をする。そういったことを前提にしてボクシングの技術は組み立てられているわけだよ。つまり顔を殴られないようにするためにボクシングの技術は作られているわけだな。そういうことだね。それじゃあ次に武術の正拳突きを見てみるよ。ボクシングのパンチとは全然違うな。じゃあもしボクシングをやっている人と、この正拳突きで殴り合いをしたらどうなるか。大体こうなる。ガードが低いから顔面に暗い放題だな。だからボクシングの試合でこんな正拳突きみたいなことやったら、すぐにぶっ倒されちゃうね。だからみんなしっかりと顔を守りながらパンチを打つわけだよな。そういうことだね。しかしこれが、武器という概念が入ってくると状況が一変する。一体どういうことだ木林。武器というとちょっと曖昧なところがあるから、ここでは剣とか刀とか槍とかの、棒状の物体、を想定してほしい。先ほどの正拳突きのフォームを槍を持ってやってみるよ。正拳を突く時の形と槍を突く時の形が一致してるな。他にも、剣を突いたり、刀を突いたり、ナイフ、つまり合口を突いたり、すべてのフォームが一致しているな。つまりさ、武術のあの正拳突きの形っていうのは、武器を操るための形なんだよ。なんだってー。もっとはっきり言ってしまうとだ、武術というのはもともと武器術の方が最初にあったんだよ。本来武術というのは、戦争とか自衛闘争とかのための手段だったわけだよ。お前、これから命のかかった戦いをするという時に、素手で戦おうとするか。絶対にやらないな。何か武器を持とうとするだろ。そうだな。あえて素手で戦おうとするなんてのは、暴風盾をぶち抜く誘惑来のものだろうね。あとは半魔裕次郎とかな。要するに武術の技っていうのは、ある時は槍、ある時は刀、またある時は素手。というように、状況に合わせた互換性を持つように作られているんだよ。一つの動きであれもこれもできるようになるということか。そこら辺が格闘技と武術の最大の違いなわけで。
武術の場合は、素手の動きを練ることで武器術のレベルも上げることができるわけだけど、格闘技の場合、例えばボクシングの練習をしていて槍とか刀のレベルが上がるか。聞いたことないな。ボクシングのあの構え方からさ、槍とか刀を操れるか。なんとも間抜けな構えになっているな。つまり格闘技というものがあくまで素手対素手の戦いを追求してきたのに対して、武術というものはあくまで武器のある戦いを前提としてきた。この点が両者の違いを分けたわけだよ。なるほどね。じゃあ思ったんだけどさ、もしボクシングをやってるやつと素手の喧嘩になったら、武術では叶わないということなのか。別にそんなことはないよ。いやもちろん、強い弱いなんていうのはやる人次第なんだからそこはどうこう言えないけど、武術の技を素手の喧嘩で使いたいというのならそれはそれでやり方がある。一体どうやるんだ、教えてくれよ。さっきみたいにさ、ボクシングをやっている人にいきなり腰から正拳突きを打ち込んでも、もろにカウンターを食らってぶっ倒されてしまうわけだよね。ああ、そうだな。だったらさ、いきなり殴りに行かずに一手間加えるんだよ。一手間。こんな風にさ、相手が殴ってくる腕に接触してから殴ればいいんだよ。そうすればさ、相手のカウンターを未然に防ぎつつこちらは攻撃することができるというわけだね。敵がミサイルを撃つ前にそのミサイル基地を占領するみたいな話だな。じゃあ今回の話はこれくらいで切り上げるよ。そうだな。このフグ刺しもとっとと食ってしまおう。たくさん食べていいからね。いっぱい釣ってきたから材料はまだまだあるよ。え、もしかしてこのフグ刺し作ったのって？私だよ。